皆さんこんにちは。ゆっくりです。本日は、笑う幽霊が出ます、の、一本をお送りいたします。どうぞゆっくり聞いていってください。今住んでるところへは最近引っ越してきたんです。2階建てのアパートで、私は2階に住んでるんですけど、真夜中に天井を、まるで歩いてるような音がミシミシって聞こえるんですよね。私は幽霊なんて信じない方なので気にしないでいたんですけど、この前女の人の声で、あははは、っていう笑い声が天井からして、思わず飛び起きました。これはやばいんじゃないのって思って、友達に来てもらって一緒に泊まってもらったんですけど、友達はすぐに頭が痛いって言いながら帰っちゃったんですよ。帰り際に友達が、早く出た方がいいかもしれないね。って言ってたけど、もうあれから一週間経ってます。毎晩夜中に笑い声で起こされるので寝不足です。やっぱり出て行った方がいいんでしょうか。金があるなら早く引っ越せ。お金ないから困ってるんですよねー。お金貯まるまでまた実家に戻るの嫌だしなー。またミシミシやってる。姿が見えないからまだいいんですけどね。一年以内に自殺や殺人事件や変死があった部屋なら、それを言う義務が大家や不動産屋にあるはずなんだけどね。簡単なお払いもするはずだし、以前なんかあったってことかな。森氏親お札ぐらいじゃ効き目ないのかな。下手にやると逆効果って話もあるよね。どうでしょうか。不動産屋さんは何も言ってなかったし、ただ最初に引っ越ししてきた時変なお線香みたいな匂いがあったのを覚えてます。近くにお寺があるからその匂いだと思って気にしなかったんだけど。どうしてそんな怖い思いしながらも一人で生活できるの？私なら速攻知り合いの家に避難しちゃう。お隣さんの音が響いてるってことは考えられないかな。やっぱり引っ越した方がいいのかな。もったいないな、霊金とか。そうそう、隣の人に聞いてみたんだけど、最近引っ越してきたばかりみたいで、前のことは知らないみたいだし。幽霊出てませんか？って冗談っぽく聞いてみたんですけど、え？って感じで何も知らないっていうか、気づいてないみたいだったのでそれ以上聞いてません。また聞いてみようかな。まあ確かに高いお金を払って引っ越してきたばかりで、実害のない原因不明の現象だけのために引っ越しはちょっとねえ。とりあえず近所に聞き込みに行ったら、このアパートで変な噂ないですか、とか。思うんだけど、近所の人に聞き込みをして、仮にその部屋で自殺した人がいたとか原因となるような事件を突き止めたところで、ただ恐怖感が増すだけで、何のメリットもないように思うんだけど、まあ好奇心はわかるけども。怖いは怖いけど、基本的に幽霊なんていないと思ってるからあんまり怖がらないたちなんです。本当は怖いけど気にしないようにしてる。でも限界に近いので、近頃はテレビとかラジオとか今もつけっぱなしにしてますよ。電気は消して寝ないし、昨日お守りを近所のお寺からもらってきて身につけてます。なるべく気にしない気にしないと思ってるけど、ミシミシが聞こえると部屋を出たくなる。というのが本当のところです。気が強いって言われるけど本当は。もう寝よう、また起こされると思うけど眠いから寝ます。おやすみなさい。このスレ寝た確定。寝た寝た言ったら全部つまらんぞ。おはようございます。やっぱり笑い声聞こえた。疲れてぐっすり眠れば聞こえないだろうと思ったら、なんか耳元で笑ってるような大きい声だったからガバッと起きちゃったけど、やっぱり何も見えなかったよ。なんか幽霊の兆候でも見えればいいのにね。友達に天井とか調べてもらおうかな。変なの出てきたら嫌だけど今のままの方がもっと嫌だしね。いろいろアドバイスしてくださった皆さんどうもありがとう。
なんとか頑張って退治するか、手に負えなかったら逃げます。どうせなら逃げる前に親に直談判してみろ。どうもこんばんは。もう書かないつもりだったけど心配してくれる人がいるかもしれないから書くことにしました。土曜日の夜は人の家に泊まってたからなんともなかったんですよね。それで昨日の夜なんですけど、やっぱり夜の3時くらいに笑い声がしたので、もう本当に頭に来ちゃって、うるさい、いい加減にしてよ、とか大声で叫んじゃったんですよ。5分ぐらいかな、いろいろと今までの鬱憤を晴らさせてもらいました。なんか夜中の3時に叫んでるなんて近所迷惑だよなとか、これじゃあ自分が危ないやつだとはっと気がついてやめたんですけど、ものすごくすっきりしました。それで今日さっきなんですけど、大家さんに来てもらって天井とか見てもらったけど、何もないって言われた。幽霊なんてそんなものは今まで出てないそうです。嘘ついてるかもしれないけど、大家さんもなんか迷惑がってたし、深く追求するのはやめておきました。嫌なら出てけとか言われそうだもんね。でもなんかすっきりしない。今日はまだ何も起きてないです。細かいアドバイスありがとう。おやすみなさい。単に笑ってるだけの若い女の声なわけね。そんなに怖い感じがしないな。俺の部屋に来てほしいくらいのもんだ。幽霊ではなくおそらく壁や換気の具合で、どこかの部屋で深夜に笑っている女の人の声が聞こえてくるだけだと思います。音は反射したりして思いがけぬ方向から聞こえてくることがあります。何でも幽霊だと思うから幽霊に見えます。現場も見ずにそんなこと言うのもどうかと。っていうか夜中に笑ってる女が近所に住んでるというのも別の恐怖だね。笑っている霊というのは危ないのでしょうか。以前そんなようなことを聞いたことがあるので。動物の本能として笑うのは攻撃を意味することが多いからです。牙を剥く表情は笑いと同じ。ごめん俺が天井で寝てたわ。終わり。